こんばんは。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。今日は土曜日でございますので、お休みの方もたくさんいらっしゃるでしょうね。私は相も変わらずお仕事に励むわけでございます。前回より、以前回このバイオマスセミナーと一応銘打っておりますが、このセミナーからはしばらく日にちが過ぎてしまいました。相も変わらずお仕事に励んでおりまして、それはなぜお仕事に励むかと言いますと、飯を食らうためでございます。それは皆さん同様でございまして、稼がないことにはですね、お金がもらえず、そして、飯が食えないということでございます。私は実のところ勤め人ではございませんので、汗水垂らしてですね、なんとかお金を稼いで給料を払うという、そういう立場でございます。で、私が稼がないことにはですね、私どもの、私の、といいますか、私どもの会社におります。一生懸命働いていただいている方々に給料を払わない、お金を払わないことには、皆さん飯が食えないということでございます。何を今頃こんなことを言ってるかというと、その理由は何かと言いますと、何もありません。ただ、それを言いたかっただけということでございます。では、早速今日のテーマに移ります。前置きはいつも長すぎますので、今日は前置きをなるべく短くして、なるべく早めに終わろうかというふうに思う次第でございます。今日は土曜日ですので、なおさらこの、バイオマスセミナーと銘打っておりますが、なかなかご覧いただくっていうのは難しいんじゃないかと思いますので、また録画をしておきますので、それをご覧いただければ幸い、至極存じ、奉り申し上げるわけでございます。一応じゃないですね。これはあくまでもバイオマスセミナー、青二祭、突然いつもやるわけなんですけれども、青二祭、ゲリラセミナーと、バイオマス、ゲリラセミナーと、バイオマスという名称を歌っています。ところが、そのバイオマス以外のことについてもいろいろとお話をするということになっておるわけ、なっておるというか、自分勝手にやってるんですから、私がやってるわけなんですけど、今回で405回目と、ただただ単純にダラダラとやってたような気もしないではないんですが、で、今回はですね、前回までは、そのタービン、そして、タービンでの発電、そして、発電ということに、電磁誘導ですね、発電、電磁誘導での発電。で、次に起きたのが、次に起きたのが、その逆ですね、その発電の逆である電動機モーターについての説明を申し上げました。で、ちょいと戻る。もともとこれはどこから発展していたかって、今回の説明の内容はどこから、今回、前回まで、電動機、要するに、発電機、電動機、そして、ということに話を移っていた元を正せば、バイナリー発電ですね、結局は。バイナリー発電の説明をしてたんですけど、いつの間にかその内容を詳しく説明するにあたって、結局のところモーターまで行き着いたということがあるわけでございます。モーターまで行き着くと、次はですね、渦電流について説明しないといけないですね。本来であればね、IH と言われるやつです。IH、火を使わずに鍋を温める。鍋を温めるって、本当その言葉の通りであって、これは水を温めるんじゃなくて、鍋の中の水を温めるんじゃなくて、この鍋自体を温めるっていう、そういうことなんですけど、それによって、鍋の中の水が温まるっていう原理なんですが、これ IH ですね。まあ、その話はいいんですね。今日説明するのはですね、やはりその発電ですね、発電。ちょっと戻って、発電。発電に戻って、その発電で主に得られる手段に、タービンを回す。タービン発電ですね。タービンを使って発電するという、これについての説明をバイナリー発電の中でもしたんですけど、具体的にはどんな、タービンの発電があるかと申しますと、もう早速本題入ってるんですよ。本題入ってるんですよ。どっから入ってるか難しいような話してるんです。ごめんなさい。で、このタービン発電にはですね、大きく2種類があります。何かというと、
蒸気タービンの発電、蒸気タービン発電。もう一つがガスタービンの発電。タービンには大きく2種類があって、それは何かというと、蒸気タービンと、そしてガスタービンというのがあります。この2つですね。蒸気タービンとガスタービンがあると。で、その2種類なんですが、もう1種類あるんですね、実は。もう1種類ある。どんな発電かというと、その蒸気タービン、ガスタービンでの発電を2つ合わせたタービン。ガスと、蒸気とガスのタービン発電を合わせた発電があります。それは何かというと、コンバインド、コンバインドサイクルともいうんですけど、コンバインド発電ですね。コンバインド発電。というものがございます。で、それは一体何かということを今回は説明します。つまり何を説明するかというと、今回は、蒸気タービンについて、そして、ガスタービンについて、で、最後にこれを合わせたコンバインドサイクルタービン。コンバインドサイクル。まあ、コンバインド発電。コンバインド発電。そうですね。コンバインド発電とも言われるんですけど、この3つについての説明を今日申し上げたいと思います。どうでもいいですか？まあ、そうですね。そうですね。なんで私やってるかもよくわかってないです。まあ、いいですね。このバイオマスもそうですよ。バイオマスも必ずこのタービンっていうのは、タービン発電っていうのをやるんですよ。木質バイオマスについては、やはり蒸気タービンをでやるわけですから、バイオマス関連ないわけではないですね。まあ、このタービン回すっていうことについては、今、脱原発とか言われてます、この原子力発電も蒸気タービンを回してます。ただ、燃焼方法が原子力を使うと、原子の力を使う、核分裂の力を使うということの違いがあるんですが、もともとの全体の内容は一緒です。ガスタービン。一般的にはこの蒸気タービンを回すという発電は、化石燃料を使った、やり方ですね。蒸気を発生させて、蒸気タービンを回す。あるいは化石燃料のガスを使って天然ガスですね。あるいは石油の、石油で使う石油のガスタービン。まあ、一般的な天然ガスが有名なんですけど。で、もう一つが天然ガスを使ったコンバインドですね。コンバインドです。石炭もあるのかな、コンバインド。ITCC でしたっけ。という方があります。で、今日は具体的には、この内容を詳しく説明は、ちょっと私は素人ですので、ちょっと素人で説明できないんですけど、実際にその機械を作ってるわけじゃないですからね、タービンを使って。作ってる方々だったらもっと詳しく説明できるんでしょうけど、私はそんな詳しい人間芸者では何ではないわけですね。ただの町工場のおっちゃんなんですね。町工場のね。ただそれだけなんですよ。じゃあ説明しますね。どうでもいいですよ、これはね。おっちゃんであろうが何であろうがいけないんですよ。世の中っていうのはね。くしゃみをしようが何しようが。人の勝手というところもありますね。ただ人には迷惑かけるなってるんですけど。これは日本の教育方法ですね。人に迷惑かけるなというのは教育方法であって、人の役に立つというのが前提に来る教育もあれば、人の迷惑にかけることをするなという教育方法、これ似たようでも、似たものであっても違うわけですね。そんなのどうでもいいですね。はい。蒸気タービン発電。どんなタービン発電かというと、まずタービンですね。要するにタービンと発電機。タービン発電。要するにタービンを回すことによって発電。この発電機については説明しましたけど、タービンを回すことによって、この発電機で発電ができると。電流は電子の流れであると。電磁誘導の方法をとっていると。でしたっけ？なんでっけ？自分自身説明して分からなくなることはないですね。その電磁誘導ですね。やはりね、NQF と SQF を使った発電機で、やるということですね。で、このタービンの回す方法です。結局、蒸気タービンの何を、どうやって回しているかというと、この蒸気を使って回すと。蒸気を。ね。蒸気でタービンを回すと。圧力がありますからね、蒸気はね。で、タービンをぐるぐる回して発電するということなんですけど、原理は簡単ですね。はい。ボイラー、熱交換器、蒸気発生装置。で、これを、高温の熱で燃焼させる。熱交換ですから、ここにパイプ状のものを取る。パイプが取って。これに、例えばですね、液体で水が通ってるとしますね。水が通ってる。これに熱をかける。ただ水は、循環してるだけですよ。で、水に熱をかけると、水が温まって、気体になる。それが蒸気となって。蒸気発生しますね。説明して、よく説明しているというか、
何度も説明していますが、やかんに水を入れてお湯を沸かすと発生しますね。白く見えるのはあれもすでに、水、要するに大気に触れて水分が白く見えているわけであって、本来であれば、液体から気体になる、まあ、透明状のものなんですけど、この蒸気ですね。そうなんですよ。大気に触れるとやはり水が見えているわけですよ。あれは、あくまでもそうです。蒸気。そういうことなんです。まあどうでもいいですね。とにかく蒸気なんですよ。蒸気が発生されて、このタービンをぐるぐる回してると。ぐるぐる回すじゃないですか。そうすると、した後は水に変換されて、で、ポンプで、熱いものだったらいけないんで、なるべく冷やしてですね、ポンプをいかれないようにして、ポンプからまた水を、このボイラー、熱交換器、蒸気発生装置の方に水を持っていって、高温の熱で、温めると。水を温めて蒸気を発生させて、それで旅を回すと。で、複水器、これは水に変換させて、液体にして、冷やされて、それでポンプで、また熱で、水を運ばれるんですが、この循環途中に、熱で温められて、水は蒸気、気体な、液体から水、蒸気となって、気体となって、タービンを回すというサイクルですね。で、この熱っていうのは、高温の燃焼の熱、あるいは、まあ、他から熱、排熱を持ってきてもいいんですけど、熱で温めるということですね。高温から低温になるということですね。これガスとなって外に出さ、低温になったガスは外に出されるということです。ボイラー、よく見かけられる蒸気発生装置はボイラーって言いますけど、ということですね。これが蒸気ボイラー。で、バイナリ発電といってのは何かというと、この液体を水を使わないということですね。沸点をなるべく低くすればですね、低い温度の温度で、この蒸気が発生する。つまり気体になってタービンを回せるということです。つまり、この液体が違うと。水ではないと。沸点が低い、ものを使うということの違いがあるということです。バイナリ発電についてはですね。そうすると燃焼、例えば燃焼ですよね。燃焼熱を使うとしても低い温度で使える。まあ、この高温という温度がですね、低い温度でも蒸気発生する、沸点が低いために蒸気が発生することができますので、で、それでタービンが回せる。これ、バイナリ発電というのはそこですね。はい、それで次にガスタービンです。ガスタービン発電ですね。ガスタービン、タービンは、タービン発電若干違いますね。若干違いますよ。発電機があるんですけど、これで発電はするんですね。ところが、圧縮機でタービンがあるんですよ。あくまでもタービンを回すんですよ。あくまでタービン。これ別々に書いています。これ一体型のようなものなんですね。この辺まで一体型のもの。どういうことかというとですね、まず空気。空気は圧縮機に入れられます。空気圧縮し。その空気入れられたの、圧縮された空気を燃焼機で燃やすわけですね。燃やす燃焼機になります。圧力がある熱い温度のガスです。燃焼機ガス。それでタービンを回すというやつ。力が回すわけですね。熱が高いと力が圧縮された空気を熱、このガスタービンで燃やして、そしてタービンを回す方法です。タービンを回す、ね。この蒸気タービンと、ね、このガスタービンは違いますよ。蒸気タービンとガスタービンです。圧縮された空気を燃やして、それをタービンの方に持っているタービンを回すと。で、タービンを回されたものは、つながっているわけです。で、発電機に持っていって、タービン、発電機の方に、発電機の中のローターが回ってですね、実際軸があってローターが回って、ここで発電されるという仕組みです。で、この燃焼機で、これから例えばガスや天然ガス等で燃やせるわけですね。燃やせる。で、燃やした熱、圧縮された空気を燃焼し、それを燃焼させて、それでタービンを回すという方法です。ということです。大気を圧縮させて燃焼器で燃やして、その燃やした熱を燃やした大気、燃やした大気、大気空気、燃やした空気、燃焼された空気、燃焼されたガスで、まあガスですね。ガスがタービンを回すと。で、排ガスが出てくるということです。これがガスタービンということですよ。ガスタービン。蒸気タービンと違うでしょ。うん、圧縮、まあ、空気圧縮するというところがあるんですけど、空気圧縮してそれを燃やすという方法。これは蒸気タービンの違いですね。わざわざ液体を使うわけじゃないわけですね。これは使いません。液体に使いません。ジェット機なんか、噴射させるのに似たようなものですよ。ガスタービンと似たようなものですね。ジェット機なんかそうですね。それでコンバインドです。コンバインド。わかりますかね。ちょっとこれ詳しく説明した方がいいのかな。こうばらして書くとなかなかあれですか、わかりにくいかもしれないですね。
次はじゃあ、一体型かな。一体型の風にして書いてみましょうか。わかりにくいかな。まあ、そういうことです。で、まあ、大体の原理を、原理です。原理と言いましょう。大体の構造ですね。構造。フローということを言いましょう。フローということにしましょう。今回はフローです。で、このガスタービンでガスが出てくる。このガスタービン、要するに燃焼され、圧縮された空気を燃焼して、タービンに持って、これタービンをぐるぐる回すことによって発電できるわけですね。ローターが回って発電、電柱で発電するんですが、で、このガス、ここからタービンが出てきた。ガスですね。排ガス。この排ガス。この排ガス。この排ガスを実はですね、また蒸気タービンに持っていくという、コンバインドというのは何かというとですね、実は。コンバインって書いてあるでしょ、コンバインド。コンバインドサイクル発電と思うんですけど。実は、ここに持っていくわけですね。高温の。高温。燃焼しなくてもいいぐらいの高温なんですね。燃焼しなくてもいい高温。高温を持ってくるわけですよ。それどうするかという、どうなるかというと、液体がですよ、液体がこれ蒸気発生する。蒸気タービンを回せるわけですね。蒸気タービン。要するに、ガスタービンで燃焼させて、圧縮、空気圧縮された燃焼器で、そのガスを、で、タービンを回すわけですけど、タービン回した後に、排ガスが出てくるわけですね。その排ガスをですね、なんと蒸気タービンに持っていくわけですね、蒸気タービン。蒸気タービンに持っていって、ここで蒸気を発生、液体から気体にさせて、それで蒸気タービンを回すと。タービンを回すということをするわけです。これが、コンバインド発電と言います。非常に効率がいいと。タービンを2つ回すわけですから、1つの燃料でタービンを2つ回すという役割を果たすわけなんですけど、これコンバインド発電ですね。わかります？で、天然ガスの発電、今は60%ぐらい効率あると言われてますね。60%ぐらい効率があって、非常に効率がいい。これが非常に効率良くなったのはガスタービンと蒸気タービン2つ合わせたコンバインド発電をしているということが理由に挙げられるわけですね。非常に効率がいいということです。わかりましたかね。コンバインド、蒸気タービン、ガスタービン、ガスタービン発電。わかりましたか。わからなければ質問されてください。皆さんご存知です。ご存知ですか。わかります。ということなんですよ。蒸気タービンとガスタービンがあって、それを2つ合わせた発電をコンバインド発電という。ですよ。コンバインドサイクル発電とも言いますけど。ということなんですね。いいかな？いいですか？じゃあ今日はこれで終わります。皆さんさようなら。またお元気で。グッバイ財前、さようなら。またお会いしましょう。今暑いんですよね。結構暑くないですか？そうですね。はい、もういいですね。はい、さようなら。またお会いしましょう。さようなら。